皆さんこんにちは。お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 MC の青島です。今年のリコーイメージングブースではあなたの大切な人生のひとときを形作る相棒のような存在になりたいという思いをもとに Always with you をテーマとして展開しております。そして今回のステージでは田中公雄さんにご登場いただき、ペンタックス一眼レフト GR の未来、写真家田中公雄、リコーイメージング北澤俊幸スペシャル対談と題したセミナーを行ってまいります。まず田中さんですが、京都のお生まれで多摩美術大学多摩芸術学園写真科卒業後、フリーランスフォトグラファーとしてご活躍されています。また撮影分野は人物、風景、スナップなど幅広く、中でも車の撮影を得意とされており、現在は主にカメラ雑誌などに新製品のカメラやレンズのレポート、また撮影ハウトゥーの雑誌などの解説でご活躍されていらっしゃいます。本日はリコーイメージングのカメラ・レンズの最高責任者北澤さんとのスペシャル対談となっております。それでは早速お招きしたいと思います。田中さん、北澤さん、よろしくお願いいたします。皆様大きな拍手でお迎えください。さあ、それでは早速よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はあの北澤さんのカメラとレンズの、リコーイメージングの方の最高の責任者で、発言は非常に重いものがたくさんあるんです。で、今日はペンタックス一眼と GR の未来についてということでお話を北澤さんにいろいろ伺っていきます。で、今日話をする内容は大きく4つありまして、まずそのペンタックスブランドのレンズの交換式一眼レフカメラについてざっと説明をしていただく。で、最新技術について、お話を伺う。また技術発表で詳しい具体的な話はできないところがあるみたいですけれども、それについていろいろお話を伺っていこうと思います。超解像の技術なんかです。で、3つ目があの GR なんですけども、あのリコーの昔からの非常にこだわりのあるコンパクトデジタルカメラですけど、これが将来どんなふうに変化していったり進化していくだろうという話ですね。それで4番目が、いろいろ内緒のことがあると思うんですけれども、フルサイズ一眼レフ、あそこにモックが出てますけれども、今年中に発表されるかもわからないという、どういうカメラなのかという話を聞いていこうと思います。で、まず最初なんですけれども、今のペンタックスブランドのレンズ交換式の一眼レフカメラと、まあ、Q はあのミラーレスになるんですけれども、あとはあの一眼レフで中盤と APS-C サイズがある、あとはあのリコーの GR があるんですよ。で、この他にもコンパクトデジタルカメラもありますし、シーターもあります。たくさん、ラインナップは揃ってるんですけども、今日のメインは、レンズ交換式のカメラ、ミラーレスもありますし、一眼レフもあるよ、それと GR という話をしていこうと思っております。で、まず北澤さんにお伺いしたいのは、あのリコーイメージングとして、レンズ交換式のカメラですね、まあ、ちょっと GR は別にしてレンズ交換式のカメラはどんなふうに考えていらっしゃるんですかという話です。ちょっとあのリコーイメージングとしてというとかなり大げさなんでですね、はいはい、まあ、あの商品を扱うものとしてですね、はい、まあ、基本的な考え方っていうのはですね、お客さんが写真を撮るっていう行為は、まあ、一部の方を除いてほとんどの方がですね、まあ、いい写真を撮りたいと言ってアウトプットとしては写真なんですね。で、我々が作っているカメラとか交換レンズっていうのはそれを具現化する一つの道具と、まあ、我々としては道具として思ってます。ですから写真を撮る手段としての道具として完成度が求められているかなと思ってますので、当然機能性能的に高画質を得るっていうのは前提として、まあ、道具として最低限ですね、
操作性とですね、はい、グリップ性、これはですね、欠かしてはいけないかなとは個人的に思ってます。使いやすさってあるんですね。そうですね、はい、使いやすさを追求したいなというの、はい、まあ、個人的にはですね、はい、あまり流行に左右されないで、ですね、はい、長く使えるカメラっていうのを目指したいなっていうのは思っております。はいはいはい、ここにも並んでますけれども、レンズ交換式のカメラは圧倒的に一眼レフが多いんですけれども、はい、これ何かこだわりがあるんですか、一眼レフに対しての。そうですね、まあ、今レンズ交換はミラーレスと言われているのと、うん、まあ、我々がメインでやっている一眼レフというのがあるんですけど、はいはい、まあ、一眼レフというのは、まあ、ご存知の通り、ファインダーでですね、見たそのもの実景がですね、はい、見えるというのが最大のポイントですね。はい、でファインダーをこう覗いて写真を撮るというこの行為がですね、うん、まあ、すごく集中できますし、うんうん、構図にすごく集中できるっていうところが非常にいい形態かなと思ってます。はいはいはい、で、まあ、視野率 100% ってペンタックスこだわってるんですけど、はいはいはい、まあ、ファインダーで見たそのもの 100% が画面に映るというのも一つの一眼レフのですね、うんうん、機能かなと。はい、あとはオートフォーカスですね。はい、一眼レフにすると位相差 F っていうのを使ってるんですけど、窓のメーカーさんもですね、まあ、コントラスト F に比べて位相差 F が優れているのはですね、まあ、コントラスト F は最近、センサーの中に、位相差の部分を含んだ増面位相差 F っていうのをかなりやられてるんですけど、まあ、それにしてもですね、位相差 F の方が迷いとかですね、スピードに関してはまだまだ技術的に優位があるかなと思ってます。まあ、この2点だと思います。でそうして、まあ、それは、ミラーレスも一眼レフも変わらないんですけど、レンズ交換式のカメラっていうのはシステムカメラですから、はい、レンズのラインナップを揃えていかなきゃいけないですよね。はい、でざっと見ていくと今 K マウントでこれだけあるんですね。はい、そうですね。で、これ645マウント、はい、それにプラスして Q がこれだけある。はいはい、で一時この3つのラインの他に67もあったんですよね。そうですね、一部フィルム系で67があります、ね、でそんな4系統も持っている、マウントを4系統も持っているメーカーというのはあまりないですよね。そうですね、そうですよね。はい、で今はその67がなくなっちゃって、もうディスコになって、はい、で次にフルサイズをそこにまた入れ込もうとしている。また元へ戻ってまたマウントが4つになっちゃうんですね。そうですね、まあ、マウントとしては3マウントですね、645K9 で、うん、ただラインとしてはフルサイズと APS がありますので、はい、まあ、3マウント4ラインという、はい、4ラインという形で、はいはい、非常に我々としては小さな会社でですね、うん、この交換レンズを出していくのは非常に厳しいんですけど、ただお客さんがいますので、うん、我々はですね、このシステムカメラ、今先生言われたシステムカメラとして一番大切なのはですね、はい、まあ、当然交換レンズが非常に重要だっていうのは我々も認識してますし、お客さんも認識してるんじゃないかと思ってますので、はいはい、まあ、システムカメラではやっぱり互換性とか継続性とか安心感とかですね、はい、うん、あとはレンズを交換するこのワクワク感ですね、はいはい、それを大事にするためにやっぱり、交換レンズは出していきたいなと思ってます。はい、でも好きですね、マウントが。いろんなマウント使うの好きですよね。いや別に好きでマウントを増やしてるわけじゃないんですけど、マウントフェチみたいなところが。いやそんなことはないと思います。はい、いや大変だと思うんですよね、継続していって、ね、いろんなレンズ作っていかなきゃいけないっていうのは。はい、で次にその最新技術の展示について、この僕たちの今喋ってるの裏側に最新技術の展示が、簡単な展示がありますので、後でそれを見ていただくとして、今回5つ技術展示がある。はい、して1つが明瞭強調、2つ目が超解像、これ開発発表。はい、そうですね。肌質感というのは肌色がきれいに出るというもの、それこれも開発発表。そうですね。はい、でエアロブライトコーティング、これはナノ構造の特殊コーティングなんですけども、それが、バージョンアップされた、ね、そうですね。はい、でデジタルカメラユーティリティ5って、これはローの現像ソフトですか。はいはい、それが良くなった。はい、そうですね、バージョンアップしました。はい、バージョンアップして良くなったんですか。はい、そうですね、良くなりました。スピードとか、バリエーションとか多くなりました。そうですか。はい、
なるほど。それで今日はこの、5つみんな説明ができないので、1番と2番明瞭協調と超解像の話をちょっと詳しく聞いてみようと思っております。まず明瞭協調なんですけども、クリアリティエンハンスメントって言うんですね。そうですね、これは難しいですけど、これはあの、KS2 あの今、発表されたばっかりの KS2 に搭載されてる、ね、搭載されています。はい、これって どんなものなんですか、あの明瞭協調っていうのは。ですね、明瞭協調はですね、まあ、一言で言いますと、はい、あの写真をですね、あの拡大しないで、例えば、まあ全体をこう絵として俯瞰するときに一番ベストな見方をするっていう技術なんですけど、あの、まあ、一つの絵をこうキャプチャーしまして、でその中であのちょっと難しいんですけど、あの空間周波数っていうのがあって、はいはいはい、あの細かいのは非常に周波数が高いですよと、で大きい揺らぎのやつは周波数が短い、あの長いですよってなるんですけど、あの複数の画像の中で複数の空間周波数に分けてですね、でそれぞれに協調をかけて、まあ、倍率をかけて協調するんですけど、それらの複数のやつを合成してですね、1枚の絵にしてアウトプットするっていう技術なんですよ。まあ、それでですね、まあ、あのコントラストが高くとかですね、はいはい、解像感があったりとか、あとはまあ立体感が非常に出たり、はいはいはい、あとは陰影の変化が出るというメリットがありますね。これ左がオンにしたもの、こちらがオフですね。はい、で雲のあたりがだいぶ違うんですよね。そうですね、ちょっと見づらいかも分かりませんけども、あのこれぐらいのすごいデリケートな違いぐらいしかやってないということなんです。逆に言うとあまりあのドラスティックな加工はしてないということなんですよね。はい、そうですね、ほんのわずか、はい、で雲の様子が違うと、でこれがオフでオンなんですよ。あの雲クリアさがだいぶ違ってますよね、オンオフ。そうですね、あの雲のところの陰影変化がよく見えてるんじゃないかなと思ってます。はい、でこれはあの多重露出をしてコンポジット画像を合成してるんですか。コンポジットじゃなくて1枚の絵からですね、1枚の絵を分解してからまた再合成するということです。この撮影は動いているものでも大丈夫。そうですね、あの手持ちでもできますし、手持ち撮影もできる。何かデメリットあるんですか。今メリットを話を聞いてるんですけども、これとこれ、まあ、ちょっとあの時間が多少かかるという、あ処理時間がかか、処理時間がちょっとかかりますねと、はい、なるほどね。まあ、あとこれが好き嫌いっていうのがありますんで、そういうところで、まあ、画像処理の一部と思っていただければいいかなと思ってます。これあの僕が見てだいぶ違いが見えるんですけど、皆さんこれ分かりますか。だいぶあの雲の、特に雲のところが違いますし、この辺の建物のところもだいぶ違ってます。クリアな透明感が、だいぶ透明感が出てきますよね。はい、そうですね。あと、まあ、細かいところの立体感がちょっと出てるかなと思います。はい、で次はあの超解像、はい、これはね、後ろの技術展示のところには解像感向上技術って書いてあって、はい、そうですね、まあ、いわゆる超解像。そうですね、まあ、一般的に超解像の方が分かりやすいかなと思ってます。はい、これあの、ペンタクスのカメラはあのセンサーをシフトさせる方式なんですね。あのフローティングしてるわけですね。ガイドがないという、それを利用している、はい、SR っていうのはあのシェイクリダクションの、手ブレ補正を利用していると。でこれ一体どういうことをやっているんでしょうか。はい、これを見て、あ、そうですね、あのこれは一般的なセンサーベイヤーって言ってますけど、はい、あのまあ、例えば2400万画素っていうと2400万個の画素があるんですけど、あの CMOS センサーとかセンサーって色を、あの色の情報が持ってないんですね。はいはい、あの明るいか暗いかっていう簡単などのぐらい明るいか暗いかだけで、まあ、色情報を出すためにこの1画素のところにですね、1枚のカラーフィルターっていうのをつけてるんです。はいはい、まあ、ここで言うと赤とかブルーとかグリーンですね。はいはい、まあ、あの色って RGB で3色で、うん、3原色で表せますんで、やるんですけど、1枚の1つの画素に1枚のフィルターがついてる。はい、例えばこれが赤だとしますと、はい、赤の情報しかこの1画素持ってないんですよ。うんうんうん、そうすると後のブルーとグリーンの情報が欲しいんですね。うん、
でそれをどうするかっていうと、この画素の周りにあるブルーとグリーンの中から、うん、この画素の、ブルーとグリーンの情報を推測するんです、ね、類推するんですね。それが補完という技術なんですけど、デモザイキング、そうですね、はい、でその補完とか類推するときに間違いを起こしちゃうんですね、うん、はいはいはい、それがその色ずれだったり、そうですね、はい、色ずれ偽色であったり、はい、あとは解像感が落ちたりとかっていうのが、うん、その今までの言われてるベイヤー方式ですね、うんうん、はいはい、でこれをですね、ペンタクスのやつは先ほど言われた手ブレ防振の技術を利用してですね、まあ、1画素、うん、4枚がですね、まあ、今フィルターが RGBG っていう1セットで4枚なんですけど、要は1枚2枚3枚4枚って4枚ずらすんです。1画素ずつ、きれいに1画素ずつピッチを、これを取りこれを取りこれを取りこれを取る4カット、そうですね、はい、はい、そうするとですね、次のページで分かるように、はい、まあ垂直方向にですね RGB の4つの情報が得られると同じことなんですね。フォビオンと同じ、そうですね、はい、フォビオンと同じ、まあ、フォビオンの場合にはここに、物理的にですね、RGB が感知する層があるんですけど、うんうん、これは擬似的にそういうふうにしているということで、つまりこの画像は G の情報、 R の情報、B の情報、また G、そうですね、グリーンの情報を持ってるということ、そうですね、フィルムと同じようなことを考えられるんですね。そうですね、4枚1セットでなんで、まあ、グリーンが2枚あるかというと、はい、目の視感度がグリーンが非常によく皆さん感度が感じるんで、はい、グリーンを2枚にしてるだけです、はいはい、まあ、こういうことをやって要は類推、色を類推することがなく、この1枚の1つの画素の後ろにRGB のデータがあるんで、うんうん、類推する必要がないんで、まあ、偽色とか、はい、あとは、改造の落ちとかっていうのがなくなりますよっていう技術です、はい、あ、つまりそのいわゆる画素ずらしなわけですよね。そうですね、画素をずらしてるわけ、はい、で1画素ずつずらしていく、そうですね、きれいに1画素ずつずらしてます、はい、数ミクロン、ミクロン以下、あ、数ミクロンですよね、そうですね、数ミクロンずつずらす、はい、それ正確にできるもんなんですか。それはもうその SR シェイクリダクションの技術で正確に、うん、トレースしなきゃいけないので、その技術をあります。それで今、ペンタクスの場合は K3 からかな、ローパスセレクターというのがありますよね、はい、あれも同じようにずらしていますよね。そうですね、はい、で両方同じようにできるんですか。同時にって意味ですか。はい、ちょっとそれは今同時にはできない、ですね、その質問はちょっと今すぐに答えちゃいけないことになってます。台本にないことを言わないです、ね、でも聞きたいことは聞きたいですね、できるのかどうか、それはもう少し、ちゃんとした時で話しますんで、はい、わかりました。それで画素ずらしでつまり4枚取っていくわけじゃないですか。そうですね、はい、で、出来上がりの画像は、はい、画素数は増えるんですか。画素数は、ね、増えないんです。増えない、はい、24メガであれば24メガのまんまです。それで解像感が上がるんですか、はい、データ量はその代わり4倍になるんですね。つまり例えば、2400万画素で、例えばですけれども、10メガ、ファイルサイズが10メガとすると40メガになっちゃう、はい、まあ、そうですね、4倍のデータ量があるんで、その4倍のデータ量をちゃんと演算するっていうことなんです。でも出来上がりはそんなに40メガも4倍もないわけですね。出来上がったものはちゃんとした1枚の JPEG だったり、はい、ローだったりするんですけど、はい、それでこの、超解像技術で、はい、まあ、基本のベース、例えばですけれども2400万画素のセンサーを使うとすれば、はい、何万画素相当ぐらいに、これ聞いてよかったんでしたっけ。本当はね、よくないんです。はい、よくない技術的に何倍っていうのはちょっと今ここでは差し控えたいんですけど、いや、分かってます。解像感、見かけ上の解像感としてどれくらい。ですね、まあ、私がいろんなエンジニアから見せてもらってですね、見てくださいって言って見たものを見ますと、まあ、解像感からしますとだいたいですね 1.5 倍から2倍ぐらいはあるのかなって思ってます。2400万画素だったら3500600万画素から5000万画素か切れるぐらいですよね。まあ、そうですね、はい、
それぐらいの解像感があるということですか。はい、解像感としてですね、はい、ちょっと実際見てもらいましょうかね。僕もちょっとこれこの写真を見てびっくりしたんですけれども、この部分をクローズアップしていきますとこれだけ違いがあるということ で、これの理由っていうのはその1画素に情報量が1画素の情報量が増えたということなんです、はい、そうですね。それで解像感が出てくる、はい、こっちももわっとしてますけどこっちかなりシャープに出てますよね。そうですね。これが色情報を持ってるから。そうですね、まあ、色情報も全ての情報が入ってで画像サイズはそのままで、はい、ファイルサイズが少し大きくなるけれどもファイル容量ですね、はい、ファイル容量は少し大きくなる、はい、画像サイズそのものは変わらない。画像サイズあの JPEG に落とせば変わらないですね。それほど変わらない、はいはいはい、最終的には JPEG では変わらない、はい、それで解像感がこれだけ違うという、はい、これいつ頃からいつ頃の機種から入りそうなんですか。これはですねあの、まあ、あの開発発表しましたんで、なるべく早い時期に製品化したいと思ってます。そこに置いてある木のカメラなんかに入るわけですよね。あ、木のカメラですか、ね、どうですかね、まあ、あの入るように頑張ります、うん、はい、これ手持ち撮影はできるんでしたっけ。ですね、手持ちはちょっと厳しいかもしれません。厳しいということは、はい、あの動いているもの動いている被写体も難しい。そうですね、あの、まあ、基本的には4枚4枚のデータをきれいに、はい、保管というか、はい、捉えなきゃいけないんで、動いている高速の動体とか、うん、動いているものとかっていうのは厳しいと思いますね、はい、あとこれほんのわずかなブレでも手ブレでもダメですね。三脚前提なんですか、それとも三脚使わなくても撮れるようになるんですか。非常にあのシビアなところの質問です。あ、ということはそういう可能性があるんだ。手持ちで撮れる可能性があるということは、基本はですね4枚こうやって動かしますんで。それは建前の話でしょ。その間にこう物が動いちゃうと非常に厳しいので、いやいや被写体に動くのはまずいですけども、はい、手持ちで今あのシェイクリダクションをうまく使ったりだとか、はい、画素をうまく合成していけばできなくもないじゃないですかね。まあ、あの将来的に原理的にはですね、いろんなそのデジタル合成の技術がありますので、はい、進めば今言われた内容っていうのはいろいろあの補正することはできるんじゃないかと思いますけど、うん、ただそれがちゃんとした写真になるかっていうとまたちょっと難しいと思いますけどね、はい、まあ、あのこれまあ一応技術発表なのでこれからどんどんあの良くなっていく可能性があるよと、はい、そうですね、製品に積み込まれたらもっと良くなってる可能性もあるわけですね。これまたベータ、まあ、アルファ版みたいなもので、はい、もっと良くなる。でもこれは面白い技術ですね。これもやっぱり処理にちょっと時間がかかるということ。多少は合成するのに時間は当然かかります。はい、はい、それで GR なんですけどちょっと話題変えまして、で GR に今の超解像が入るかどうかということなんですけども、これはちょっと原理的にあの SR を積んでないから難しい、ね、そうですね、まあ、あの超解像は SR の画素をずらさなきゃいけない、うん、物理的に画素を動かす、はい、センサーを動かすことができないとちょっと厳しいと思います。はい、で GR は将来どんなふうになるんですか。ですね、もうまた、まあ、GR はあの息の長いカメラですからそんなにすぐにモデルチェンジってことはないと思うんですけれども、どうなんでしょう。まあ、一応例えばズームレンズの内蔵だとか、はい、焦点距離別あのシグマの DP のシリーズみたいなものですね、レンズの焦点距離を変えたカメラが出てくる可能性があるか、あるいはフルサイズで逆に言ってディチューンしていって1インチのセンサーということも考えられますね。ですね、あの GR はですね、はい、あの4つコンセプトがありまして、当然高画質、はい、携帯性、はい、スピード、はい、そして持つ喜び、うん、でこの4つのコンセプトを凝縮させたのが GR なんですね、うんうん、で、まあ、GR って今年で10年目なんですけど、はいはい、初代の GR からずっとですね、はい、お客さんの意見を聞いてブラッシュアップ、ブラッシュアップ、はい、してきたっていう歴史があるんですよね、はい、で
まあ、JR 買っていただいたお客様は先ほど言った4つのコンセプトを同調していただいてお金を出して買っていただいたということで、この JR を買っていただいたお客様にいろいろユーザーアンケートをしてですね、次の GR っていうのはその中でいろいろ意見を言っていただけるんですけど、やはりですね、一番まあ全て多いわけじゃないんですけど、やっぱり今28ミリ相当なんですけど、まあやっぱ私は21ミリがのレンズが欲しいとかですね、まあ35のが使いやすいとか、まあ50が使いとかって、そういう単焦点のレンズのラインナップを要求するお客様もいらっしゃいます。あとはここに書いて、そうですね、フルサイズ化っていうのも割と多い意見の一つですね。あとは、まあ、携帯性に優れたですね、ズームレンズの方が良かったっていうお客さん、まあ、この辺がベスト3の要求と思っていいかなと、まあ、ですからこの辺のお客さんの意見をですね、尊重しながら次の開発をしていくというのが大前提ですね。まあ、どれにやりますよってちょっと今すぐに断言できないんですけど、例えばですね、あるお客さんなんかはですね、GR のミラーレスっていうのはどうですかっていうお客さんも多くはそうですね、レンズ交換式、そうなんですよ、多くはないんですけど、そういう形でですね、GR のコンセプトを持ったミラーレスっていうのは言われるお客さんあります。ありかもわかんないですね。マウントフェチのペンタックスとしてはやるかもわかんない、マウントフェチかどうかわかんないですけどそういうお客さんも多くありませんけど、おっしゃってくれてるお客さんいらっしゃいますんで、まあ、それら のお客さんの話を聞きながらですね、次の方針を出したいなと思ってます。フルサイズの可能性っていうのはあるんですね。今の北澤さんの話を聞いているとフルサイズの可能性っていうのはかなり高いみたいですけれどもね。いや、そういう言い方してなかったような気がするんですけど、ね、GR もともとフィルム時代なんですね。 GR が出てきたのその時は最初は28ミリで、それから21ミリの、GR も出てきたことがありましたから、そんな展開っていうのが考えられますよね。そうですね、そうですね、はい、やっぱ携帯性とからするとですね、フルサイズとか、はい、ズームっていうのは、はい、まあ、どこまで技術的に小さくなるかっていうところがポイントだと思いますけどね、はい、もしフルサイズにするんでしたら、僕は高感度、高感度で非常にいい写真が撮れるようなカメラになってほしいですね、はい、高解像力は別に狙わなくてもいいんじゃないかなと思いますね、はい、そうですね、まあ、その今おっしゃられたところの方がダイナミックレンジを広くして、はい、そうです、そうです、レンズ その深みというか、うん、レンズの色をよく出せるというところが、はいはい、多分 GR のお客様には一番合ってるかなと思います。はい、このフルサイズ版の一眼レフカメラなんですけれども、これについていろいろちょっとプレス レリースで一応広報から発表された、文面は、たった4行なんですね。製品名見て K マウント採用35ミリ版フルサイズの大型イメージセンサーを搭載したデジタル一眼レフカメラ、クロップ機能により DA レンズの利用が可能、2015年中の発売を目指して開発中、これだけしか情報がないんです。あとはなんかわけのわからないようなモックアップがあそこにあるんですけれども、わけわからないんです。いやわけわからない、わけわからないじゃないですか。あんな見たって何がなんだかさっぱりわからないじゃないですか。そうですか。で、どうしてフルサイズなんですか。じゃあつまりその中盤をやっている APS-C サイズがやっている、9があって 1.7 分の1をやっている、はい、で中盤、APS-C サイズを使ってて不満の人は中盤行けばいいじゃないですか、はい、中盤が大きすぎるという人は APS-C サイズでいいじゃないですか。フルサイズはですね、一重にお客様の意見なんですよ。要望ですね。APS-C で撮っててですね、やっぱりどうしても ステップアップしたいと、うん、でその上でですね、我々645があるんですけど、ステップアップするには少しハードルが高いと、はい、価格面大きさですね、はい、まあ、そういうことを言われますので、やっぱり K マウントの中でステップアップをしていきたいというお客さんがかなりいます。そういうお客様の意見をもとにして、やっぱりフルサイズというところに帰着しましたというところでした、はい、でどうしてその一眼レフなんでしょうね。どうしてミラーレスじゃなかったんでしょう。北澤さんは以前ミラーレスって話してたことがあったでしょう。一つの
形としてミラーレスの形もありますねっていうので、はい、あの社内でこれは、ね、いろいろ議論しました、ええ、で当然あのミラーレスにもしするとしたらですね、フルサイズをあのミラーレスが最大のメリットって何っていうと、うんうん、バック寸法をすごく小さくしてですね、うん、薄く小型のカメラができるっていうところがあるんですけど、まあ、その反面ですね、今 K マウントを持っているお客さんに対してシステムの変更をお願いしなきゃいけない、レンズのアダプターみたいなやつで K マウント使えますよっていう方式にはなるとは思うんですけど、やっぱりいろんな制約がついて、やっぱりお客さん個人にはですね、システム変更をしていただく、で K マウントはですね、今まで累計で2000万本ぐらい出てるんですね、でそのお客さんをですねシステム変更をするっていう判断はですね、ちょっとなかなかできなかった。昔それで凝りましたもんね、スクリューマウントから K マウントに行って悲惨な目に遭いましたもんね。すごい古い話です古い話、はい、まあやっぱりですね、先ほど言いましたように、あの一眼レフレンズ交換のシステムっていうのは、はい、やはりあの互換性とか継続性とか、お客様の安心感とかですね、それが非常に重要なファクターかなってペンタクスは思ってますので、そこにそのミラーレスでマウント変更っていうのはかなりのハードルが社内ではありますね、はい、でこれ一応モックアップ、参考出品でモックアップが出てるんですけども、はい、でかいカメラですね。これなんか理由があるんですか、でかい、これだけ大きな。あ、そうですか。いや、背が高い。これついてるの31ミリですよ。FA の31ミリ、はいはい。小さなレンズ、あ、小さって結構大きいんですよ。あの FA の31ミリって、はいはい、それがものすごく小さく見えるんですよね。まあ、同業のですね、うん、フルサイズのメーカーさんのカメラと寸法的にはそれほど遜色なくて、まあ、部分的には寸法的に小さいところがありますので、それほど大きいという感じはないんですけど、ただまあ、いや背が高いですよ。背が高いに関してはちょっと今すぐここでですね、その理由は言えないんですけど、まあ、ペンタプリズムは大きいですよね。あ、そうですか大きく見えるだけじゃないですか。いやいや、大きい、いやそれと背が高い、それは何か新しい機能が入ってるわ、機構とか機能が入ってるわけですか。なんか北澤さんが以前秘策があるんだと、他のメーカーにないものをいくつも入れるんだ。そうですね、あのこの中にあの世界初の機能が複数個散りばめて、そうですね、散りばめてありますので、超解像以外に、そうですね、ですからその辺で、まあ、多少背が高く見えてるのかもしれませんけど、私が口から背が高いですよってなかなか言えないんですよ。背が高いんですよ。あ、そうですか、ええ、はい、ただあのお客さんですね、これ見てずいぶん小さいですねって言われたお客さんもいるんですよ。いや、それはないと思う。それは67と比べてじゃないですか。67と比べれば小さいですよ。67ですか、はい、でも中、じゃあちょっと変わったものが中に入ってるってこと、他のメーカーではやってないことが。いや、変わったものの中からあのびっくり箱が出るわけじゃないんで、あの変わったことはやってません。愚直に、いいカメラを作るという、長く使っていただくカメラを作るという愚直にやった結晶ですね。あ、もちろんこれ手ぶれは入ってるわけですよね。あの超解像ができる、できるには手ぶれが入ってないとダメですから。あの先ほど開発発表したやつに詳細なことは書いてないんで、あの手ぶれがどこに入ってるかっていうのをですね、見ればわかるじゃないですか。これこれ SR ってここに入れるんでしょ。あの、ね、まあ私の口からですね、まあ、言うとちょっとあの広報の人からお叱りを受けるんで、多分どっかで、でも超解像との SR っていうのは切っても切れない。そうですね、ローパスフィルターとかということは入るってことじゃないですか。まあ、ローパスセレクターも入る。そうですね、ローパスセレクターとかですね、うん、まあ、はい、アストロトレーサーとかいっぱいありますんで、はい、まあそれで勘弁してくださいということですね気になるのはこの液晶モニターなんですけども、あ、そうですか。大きさは 3.5 ぐらいですか。 3.5 インチぐらいになりそうなんですか。 3.2、 まあそのあたりじゃないですかね。いや、どうですかね、ちょっと大きいですねこれ。あ、そうですか、ね、それでこのモック、これごまかしてると思うんですけれども、これ動かないじゃないですか、これだったらですね。動くんでしょ。あ、これモックですからね、うん、でも実際は動くんですよね。
どうですかね、まあ、動きそうな絵にはなってますね。いや、あのバリアングルですか、それともチルト式ですか。今ですね、それをこう回答するとちょっと怒られちゃうんで、あの一つヒント、はい、常日頃田中先生が言われてることに対するペンタックスの一つの回答ですよっていうのがヒントです。いや僕はこれ以上ちょっと言うとですね、あのちょっとまずいんで。ああ、なんか仕掛けがあるんだ、それじゃあ、アーハイメンの液晶モニターにも。まあちょっと思わせぶりな形してますから ね。そうですね、ペンタプリズムがちょっと変だ、液晶モニターが変だ、背が高すぎる、ね、そうですかね。で、あのスロットはダブルスロットなんでしょうね、多分。どうですかね、そこは。でも今さらシングルってことはないですもんね。そうですねって言わしたいんですね。値段はどれくらいになるんですかね。値段ですか。いや、まあそうですよね。一番ベロン高くはない、そんなに。そうですね。まあ、あの同業他社さんの同じクラスのフルサイズと、まあ、極端に大きく違わないっていうところを目指してます。うん、まあ、今はまだですね、実際のところ値段ビシッと決まってないんで、はい、申し訳ないんですけど、それは事実です。センサーはって聞きたいでしょう。でも聞いたって言わないんですもん。で、画素数はって言ったって言わないでしょ。そうですね、うん、でもかなり画素数重視ですか、それとも高感度重視ですか。ですね、まああのまあ、このクラスになると画質がもうピカイチでないと出す意味ないじゃないですか、はいはい、で、まあ、画質っていうと大きく分けて解像感と、はい、快調性と色再現性と、はい、あと低ノイズ性能って、はい、この4つがあの画質に影響すると思うんですけど、うんうん、まあ、このクラスだとですね、どれか1つ飛び抜けて、他は少しスポイルっていうのはちょっとやりたくないんですよ、うんうん、はいはい、ですから全体のレベルがもう平均点以上でバランスを取りたいなとは思ってます、うん、はい、うんうんうん、回答になってるでしょうか。翻訳しますと高解像タイプということですね。で APS-C サイズが今のところ2400万画素ですから、はい、そうですね、K3 がそれをフルサイズ化したら大体画素数が分かってきますよね。まあ、計算すると大体すぐ分かりますね、はい、その程度とその程度の画素数を狙う。そこに超解像が入れば1億超えるんですね。1億画素を超えるぐらいの解像感になるんですね。素晴らしい計算ですね。それでその頃には今年に出てくるわけですよね。今年に出てきてその頃にはさっきの超解像の技術がもっとブラッシュアップされていって手持ち撮影もできるかもわからない。そこはちょっとなかなかイエスとはなかなか言えないですね、はい、それとその超解像っていうのはほんのビブレですね。わずかなブレでも解像感に影響してくるわけですよね。ということは今のフォーカルプレーンシャッターでミラーバタバタフォーカルプレーンシャッターっていうのはちょっと合わないですよね。そこに来ましたか。そうですね、まあ、原理的に、うん、あの露光中露光っていうか露光前にそんだけ大きいものが、はい、まあ、こう大きいですからね、ミラーとかフルサイズですから動いたりするのは画質に影響しますよ ね、 ね、通常考えるとですね、はい、まずミラーがバーンと上に上がってショックがあって、その後 前膜がドーンと下に降りるわけですもん ね、 そ, うですね、はい、それでそれを4回繰り返すということはブレちゃいますもんね。そうですね、まあ、一般的に普通に考えるとそれはちょっとないだろうって多分皆さん思われると思いますので、はい、僕の口からこれ以上は言えませんけれども、そういうことなんですよね。私の口からも何とも言えません。それでちょっと皆さんも心配しているのは、果たしてそのレンズがどれくらい使えるものか、クロップするにしても、はい、今 FA あのペンタクスの K マウントには DA と FA というのがありまして、 DA というのはデジタル APS-C サイズ用のレンズ、 FA というのはフルサイズ版、フィルム時代からのフルサイズ版のものは FA で、
今この赤いマーキングしたのが、現在、ラインナップされている FA レンズですね。これがフルサイズ DFA ですね。 DFA、はい、デジタル用ですね、はい、このレンズがあるよ。そうですね、このあのここから上は9本ありますね、はいはい、で、DA レンズは、そのまま使えるということですね。 K マウントなんで使えます。文句なく、その代わりクロップされて画角が狭くなっちゃう、はい、そうですね、はい、あのまあ一部ちょっとあの DA レンズでもイメージサークル非常に大きい、うん、はい、撮ってるものがありますので、すべてがそうなるかというのはちょっと今検証中です。あ、 DA レンズの中でもフルサイズをカバーするものもあるんですか、はい、可能性としてはですね、まあ、今ちょっとそれも検証してます。それはあのいずれ公表されるわけですよ ね、 そうですね、はい、大丈夫だと、はい、うん、であとその2015年にズームレンズが3本ぐらい出てくる。 Or later。 あ、今年中じゃないです。そっか、ズームばっかりなんですけど単焦点はないんでしょうかね。ですね、まあ、ここにちょっと書いてないんですけど、ここ書ききれなかったんで、はい、あの単焦点もいろ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 予定はされてるってこと。そうですね、あの、まあ、DFA だけじゃなくてですね、DFA レンズって基本的にはですね、あの APS-C のカメラを持っているお客さんも魅力的なレンズっていうのもあるんで、はい、そういうのをチョイスしながら、DFA とあとは DA レンズですね、はい、DA レンズもお客さんいっぱいいらっしゃいますので、はい、DA の APS-C のカメラを持っているお客さんも当然、フォローしなきゃいけませんので、充実したいと思ってます、はいはい、これがあの、だいぶディスコになっちゃったレンズもあるんですけれども、これが、今のフィルム時代のレンズの最終的なラインナップがこれでしたよね、はい、でもこの中のレンズをたくさん持っている方も中にはいらっしゃる。で、このレンズはつまりそのまま使えると考えていいんですか。基本は使えます。使える。ただ一部のレンズでちょっと収差とかですね、その辺がこうちょっと強調されるかもしれませんけど、はい、基本は使えますんで、あの僕が一番心配なのは、あのシェイクリダクションってあのセンサーが動くタイプですから、レンズ側のイメージサークルが十分にそのセンサーを動いた分までカバーしてないと周辺がかなり周辺光量が落ちちゃいますよね。そうですね、あのちょっとパワーダウン、まあ、あのかけることはないと思うんですけど、はい、パワーダウンしますので、はい、光量落ちになるものもあるかもしれません。だからそれもいずれはちゃんときちっとアナウンスされるわけです。どのレンズだったらどれくらい落ちるよ、どのレンズだったら問題なく使えるよという話はされるんですか。公表はどういう形でするかはちょっと分かりませんけど、はいはい、あの何らかの形で、やると思います、はい、ちょっとその辺は公表どういう形でするか分かりませんけど、あのどのレンズがフルサイズで、フルサイズで使えるか使えないかって言い方してるんですが、それは物理的な意味ではなくて、レンズの解像力がレンズが持っている解像力がフルサイズのセンサーの実力に見合ったものであるかどうかって皆さん心配をされる人がいるんですけれども、僕はその心配はないんじゃないかなと思うんですね。あのボディがレンズの解像力を上回っていればレンズの性能のレンズが持っているポテンシャルの 100% を引き出すことができるわけじゃないですか。でレンズが持っている実力っていうのは、レンズのその中にレンズの味みたいなものも入っているわけですね。それが高解像力の素晴らしいボディが出てくればそのレンズの性能が 100% 引き出すことができる。今まではそういうカメラがペンタクスの場合はなかったわけですよね。それが出てくるということで、どのレンズもレンズの持っている実力の 100% 引き出せるということ、そんなふうに考えてもいいわけですよね。まあ、そうですね、はい、うん、であとは、まあ、あの物理的に周辺が落ちちゃう欠けちゃうというのは歩かないかということが心配。そうですね、あのその辺はですね、通常問題なく使えるんですよ、言われてるね、はい、SR を動かした時にどうするかとか、そうです、そういう問題はした時にイメージサークルは当然 24×36 は、はい、あのちゃんと満たしてますんで。そうか、もし使えないと言っても手ブレ補正をオフにすれば全く問題なく使えるということなんです。そのレンズの実力がそのまま出せるということ。そうですね、まあ、あの最低限三脚に据えて SR をオフにして写真を撮ることは今言われた内容で 100% そのレンズの性能を出すことはできますよね。それでこのカメラは今年秋ぐらいに出てきそうなんですか。先ほどの発表資料では
2015年中って書いてありました。12月31日までという意味ですか。そうですね、はい。でもあまりよくわからないモックですね、これ。そうですかね。こう見てもわかるんですけど、背がめちゃくちゃ高いですよ。だから多分中にね、なんか仕掛けが入ってるような気がするんですね。これがなんかあの、北澤さんが言ってた秘策ですかね。なんかあのネットではペンタの形が67に似てるっていうふうに言われてますね、はい、とんがり棒だって、うん、ペンタプリズムも大きいですから、そんなふうに見えるのかも分かりますよね。でもこういうこと言っていいのかな、あのこのあそこに飾ってあるモックがそのまま製品になるとは誰も考えてないでしょ。あるわけないですから必ずどっか変えてきます。例えばさっき の後ろの液晶モニターのところなんか、製品が出てきた時にはえっていうような構造になってる、固定されてるとか。それはないでしょ。それは怒られますね。外して液晶モニターだけでリモコンで撮れるようにするとかじゃないですか。ありがとうございます。デタッチャブル、いいアイデアですね。そうか、あの自由自在、縦位置でも横位置でも自由自在になる。外して縦、そんなことはないか。外すっていうのは面白いですね。まあ面白いですね、はい。可能性いわばいろいろ楽しいじゃないですか。画素数にしても、いや超解像、これに超解像入ってくる、ローパスセレクター、超解像、手ブレ、つまり SR を使ってその3つができる。そうです、まあ、あの構図微調整とか水平自動補正、アストロトレーサー、ね、あの世界初の機能いっぱい入ってますよね。そうですね、まあ、これに入ってるかどうかは別ですけど、はい、我々技術は持ってますので、はいはい、なるほど。あ、ちょうど時間になります。もうちょっと突っ込めばよかったんですけども、 あんまり突っ込むと北澤さんの立場も立場なんで、あとは推測してください。だいたい画素数は4000万画素いくかいかないかぐらいで、手ブレ補正は入ってる、超解像は入ってる、他メーカーの一眼レフカメラには入ってないような機能がいくつか入っているということ。で背面の液晶モニターはひょっとして外れるかもわからない。外れ、それはかなり大胆ですね。外れるというのは大胆ですね。大胆ですね、はい、でも液晶モニターに何か仕掛けがあるかもわからないという、というようなことで、はい、はい、いいですか。で今日の話はこの辺で終わろうと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。大変貴重なお話を聞かせていただきましたね。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さて皆様、ご清聴いただきまして本当にありがとうございました。次回のステージなんですが、13時30分からペンタックス最新モデルで撮る街角写真のステージを行ってまいります。ぜひ皆様、再びこちらリコーイメージングブースのステージまでお集まりください。またお手元にアンケートをお持ちの方は、こちら受付にてノベルティと交換をさせていただいております。ぜひステージ左手のインフォメーションカウンターまでお越しくださいませ。それでは引き続きリコーイメージングブースでお楽しみください。ありがとうございました。